ダッシュの終わり。さあ今週も始まりましたダッシュの終わり。本日の実況は私小牧の花眼鏡がお送りいたします。さて今回の会場は愛知県小牧市立図書館。実は2代目の図書館であるということは小牧市民の皆様でも知っている方は少ないのではないでしょうか。1976年に新館建設を決定、翌年に着工し約1年の期間を経て1978年1月に開館して以来、42年間の間市民に親しまれてきた図書館であります。40年前とは思えないほどのその斬新な外装は日本建築家集団造設計集団のデザイン、日本建築学会賞を受賞したあの沖縄県の名護市庁舎をデザインしたことでも有名な団体であります。さあ今回のランナーの発表ですが、サムネではメロンの稲妻が映っておりました。しかし本編では相当はかけ、おっと頭に大きなメロンが見えた。稲妻選手だ。準備運動でシャドーボクシングをしている。これは短距離走とどう関係があるのか、この1時間ほど問い詰めたいところだ。先日の小牧シティマラソンでは自身3回目のマラソン大会出場で見事10キロ45分切りを達成。皆様からの応援を力に変え、カメラマンの花眼鏡を置いていくその驚異の伸び、秘めたポテンシャルの高さを我々に見せつけてくれました。果たして今日の調子はどうなのか、そのパフォーマンスに期待が高まります。移転する前の最後の図書館の走り見ていてください。さあスタート位置につき息を整え、緊張のスタートがすぐ目の前に、おっと早くも走り出した。勢いのある腕振り、爽快な駆け足、良いスタートだ。カメラにも見向きもしない珍しい集中力を発揮しております。ただ前後で見ると速いが、横から見るとそんなに速くはない。カメラワークの重要さがわかります。何本走って何本撮ったかわからない、いつもの過酷な撮影。ヘトヘトとなったその体から発する感想。皆さん、耳を澄ましてお聞きください。図書館が僕にさよならって言ってくれました。ライブラリーライブラリーライブラリーバイビー。ダッシュの終わり。次回は小牧コロナワールドを走ります。また来週お会いしましょう。